土産史ギャルは生まらめんこいは、イカ伝開による日本の漫画作品。北海道北見市を舞台に、東京から引っ越してきた男子高校生と、いわゆるギャルで、土産史の女子高校生の交流を描く、ラブコメディ。少年ジャンプ2019年9月4日より、連載中。北海道弁で、生まらは、ダイソー、非常に、めんこいは、かわいい、かわいらしいのい。 イカデンの読み切り、インスタントギャルメンコちゃんが前進。同作をもとに、少年ジャンプ2019年1月3日に、読み切り版、土産シギャルは生ラメン恋が掲載された。好評だったため連載化された。2020年4月から5月にかけ、本編が2年生編に入るのを機に一時救済された。週刊少年ジャンプ2021年1号に、出張版読み切りが掲載された。 1> 第1巻は発売後即重版された。2020年5月時点の発行部数は10万部。イカデンは北見の人なら思わず、笑みを浮かべてしまうような作品になったと思います。キャラクターを通し、自分が感じている地元北海道の魅力を少しでも感じてもらい、一人でも多くの人が北見や北海道を訪れるきっかけになればと語っている。男子高校生の四季翼は、 東京から北海道北見市に転校し、クラスメイトでギャルの冬木みなみと出会い、いつしか彼女から目が離せなくなってしまう。当初はみなみを苦手なタイプだと思っていた翼であったが、素直で心優しい彼女に惹かれていることを自覚する。みなみとの仲が急接近する中、翼はクラスメイトの中に自分の好みぴったりである秋のさゆりがいたことを知る。右与曲折の末、 三人は、スキー教室を経て、行動を共にするようになり、次第に恋愛を意識するようになっていく。声は、ジャンプ公式、YouTube チャンネルのボイスコミック版の声優。土産シギャルは生ラメン恋の前身。キャラバンカップ、北海道代表を受賞作品。雑誌未掲載。単行本未収録。イカデンは24歳の時、締め切り直前に2018年度。 ジャンプスカウトキャラバンの存在を知り、5日で描き上げて、出張編集部に投稿した。編集部は、画力と読みやすさを評価する一方で、男の子の絵に個性をつけたら良いと公表した。土産シギャルは生ラメン恋の読み切り版。単行本一巻収録。年末年始。過去最多。史上最強。 ジャンプ読み切り祭23連弾第4弾として少年ジャンプ2019年1月3日に掲載された。好評だったことから連載が決定し、連載版第0話として第1話と同時に再配信された。ありがとうございます。